はい、どうも本日もよろしくお願いします。お願いします。やだけいたチャンネルです。やだけいたチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日はなんですけど、はい、A サインさんのチャンネルで上がっていた、はい、練習中に水を飲むのは意外と合理的っていう動画が上がってたんです、それに対して栗原さんが思うとこがあると、はいはい、物申したいとそうですね、イチャモンつけたいと、イチャモンつけたい、イチャモンつけるかいな逆に栗原さんはちなみに練習中はどれぐらい飲みます、水分は？僕はでも、練習中は1リットルぐらいかな。あ、そんなもんですか。はい、飲む人は結構飲みますよね。飲む人飲みますよね。飲みますよね。で、意外と合理的っていう感じなんですけど、これに関してどう思います？そうですね、まあ、結論先に言うと、まあ、僕は飲んだ方がいいと思ってるタイプです。まあ、それについてですよね。そうですね、はい、まあ、メリットデメリットでもあると思う。もちろんもちろん。じゃあまずメリットの方からお願いします。はい、まあ、メリットはやっぱりまあ体エネルギーを出す、まあ、運動するっていうことはエネルギーを生んでる、はい、生んで動いてるわけなんですけど、エネルギーを生んでる時に体の中で熱が発生されてて、はい、はい、でその熱を、まあ、放出して、まあまあ、熱を溜め込まないように体ってできてるんですけど、はいはい、うん、なんかその熱を放出するためにすごく水分っていうのが必要で、はいはい、まあ、まずはその汗っていうのがこう出て、でそれが蒸発することによって体が冷やされるっていうのと、あとはまあ水分を取ることで血流量、まあ、血の量が多くなって、でまあしっかりと皮膚の表面近くまで血流量が増えるっていうことで、まあ、より何でしょう、こう冷やされやすくなるんですよね、はい、でまあそれが起きづらくなって、体の深部体温っていうものが上がってくると、体が動けなくなってくると、だいたい40度ぐらい、40.5 度とかそのぐらいになってくると、体ってすごい、まあ、疲れ切った状態になっちゃうんですよね。まあ、なんかイメージで言うと、なんか例えば風邪とか、はい、インフルエンザの熱が40度近く出ることあるじゃないですか。あれやばいじゃないですか。あれがもうタクタっていうか、もうドロンドロンじゃないですか、なんか目の前も。そう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 、それに近い感じですか、もう。そうですね。あ、なるほどなるほど。まあ、スタミナがなくなるっていうのとも、はいはいはい、まあ、かなり関連が深いですよね。だから、あいつバテてんなって、はい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 、っていうのはもしかしたら暑さ、まあ、暑さっていうか、まあ、その熱がこもったせいかもしれない。まあ、夏バテじゃないですけど、やっぱ夏ってやっぱ動けないですもんね。確かに。そうですね、運動してても。あ、まあよくなんかこう某スポーツドリンクかなんかの宣伝とかでも、なんかこう 2% の水分が失われるとは思いますがみたいなのあるじゃないですか。はいはい、まあ、実際にはそこまで、うんうん、2% 程度ではそんなにパフォーマンスは下がらないと思うんですけど、うんうんうん、はい、あの脱水症状っていうのももしかしたらありえる。なるほど。はい、ところですよね。なるほどなるほど。はい、まあ、もちろんあとは、減量とかにも支障が出てくる。ほうほうほう。はい、まあ、脂肪を燃やすためには水っていうのがすごく必要なので、はい、はい、まあ、水がないと脂肪が燃えづらい。はい、はい、なので、まあ、あのそうですね、こう減量もしづらくなってくると。はい、はい、まあ、なのでよく、まあ、減量始まったっていう途端に、サウナスーツを着て、で、まあ、あの汗出して、水いっぱい出して、そうそう、水分でこう減量していくっていうような、はい、やり方だと、まあ、どんどんと、まあ、脂肪は削られずにこう水分だけを落とすような減量の仕方になってくる。はいはいはい、まあ、そうなるとやっぱり動けなくなってくるんですね。うんうんうん、はい、まあ、なので、まあ、たっぷりと水を取って、まあ、脂肪を燃焼してあげる。で最後の最後で水分をカットしてあげるっていうのが大事かな。余談ですけど、栗原さん、なんか前回の拓磨選手との試合前に4リッターぐらい飲んでる時やりましたよね。なんか練習、あ、そうですね、練習中に、なんか、あ、練習中、練習中なかったっけ、4リッターぐらい飲まなきゃみたいな話、6リッターでしたっけ、試合、計量終わった後ですね、でしたっけ、4リットル飲んでましたね。あの蛍光補水液で出した分の水分を戻す。なんか試合も減量のちょっと前ぐらい、なんかすごい飲んでやりませんでした。なんかそうですね、あのウォーターローディングって言って、はいはい、まあ、体の中を水で満たしておく。はい、そうするとやっぱ出しやすくなるし、はい、はい、まあ、6リットル、僕だと6リットルですか、体重かける100ミリリットルぐらいがいいって言われるんで、それ3日間ぐらい続けてたのかな。はい、まあ、ちょっと余談だったんですけど、はい、でもそれもちょっと、うん、
今回の話で結構関連があるんですよね、うんうんうん、あそうなんですね、はい、まあ、A サインさんの方の動画で、はい、じゃあ普段から抑えておけばいいじゃないかっていう、あおっしゃってましたね、はい、はいはい、話があったんですけど、まあそうなってくると体ってやっぱりこう恒常性って言って保つ、その状態保つっていうか、まあ、生命維持するためにこう適応していくものなんで、はい、水を飲まなければ出さなくなってくるんですよね。ああなるほど、汗が出ない体になっちゃうってことですか。そうですね、そうですね。なんでまあまあ、熱がこもりやすくなるっていうのもありますし、あとはまあ、スパーリング中にまあ、水飲まなければとか、あと試合中にこう腹がたに水の飲みすぎたタプついちゃうというか水っぱらになっちゃうってことですよね。じゃあ飲まなければいいんじゃないかっていう話もあったんですけど、ありました、はい、はい、まあ、そういうところはまあ、なんでしょう、間違いではないと思ってて、うんうん、まあ、そういうデメリットの部分ですよね、水の。そうですね、じゃあ今度はデメリットの部分ですかね、はい、うん、デメリットの部分は一気に飲みすぎると、まあ、やっぱりタプつく、うん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 、っていうのは胃から水って飲むと胃から小腸にこうやって流れていって吸収されていくんですけど、はいはい、その胃からこう流れていく量って決まってるんですよね、はいはい、これ体重関係なく大体まあまあ本で、まあ、今日何ですか持ってきた本、変な本あるんですけど、はい、これが限界は何が決めるっていう、まあ、エンデュア耐久力の歯が、今一緒見てなかった大丈夫ですか、はい、ですね、はいはいはい、まあ、これに書かれてたのが、はいはい、まあ、どうあれ、そのいない排出速度っていうんですけど、うんうん、それっていうのは 1.3 リットル、1時間あたり 1.3 リットルを超えることはないって書かれてるんですよ、はい、ってなると、まあ、試合1ラウンド終わるで1分間のインターバルがあるって計4分間じゃないですか。そうですね、はい、次の補給まで行けるためには、はい、なんでその、4分間で考えると、まあ、80ミリリットルぐらいなんですよね。あ、その4分間で、はい、じゃあ流せてる量って、はいはい、結構少ないじゃないですか。少ないですね。はい、まあ、なのでそれ以上じゃあ取った分って胃に残ってるわけですよね。はいはい、それをじゃあ1ラウンド終わりました、インターバルで 200ml ガブ飲みしますっていうと、そのまあ 80ml 以外の 120ml 程度が胃でタポついてる。なるほど、はい、で水っぱらですね。そういうこと、そういうことです。だからそこはやっぱりこう間違いではない、うん、なるほど、うん、はい、でもただその胃の排出速度っていうのも普段から飲んでる人の方が早いんですよ、落ちるのが、流れるのが、はい、だから普段から練習で水分を抑えてる人ってもっと胃で滞留してるはずなんですよね、うん、でも普段からいっぱい飲んでる人ってもうちょっと早く流れる、うん、うん、はずだから、まあ、そういう、まあ、なんでしょう、脱水、まあ、汗で流れた分に近くなる、補給できる量が、まあ、どんだけ多分、なんでしょう、こまめに補給したところで出した量にはやっぱり到底及ばないとは思うんですけど、少しでもまあ脱水状態からは遠ざかるというか、うん、いう感じで、うん、うん、まあ普段の水分の摂取のメリットっていうところもやっぱりあるっていうところですかね。正直、まあでもずっとやっぱ聞いてびっくりするとかうーんってのが多いですね、やっぱ。あ、本当ですか。普段から勉強されてるんですか。ああ、ありがとうございます。ここに全部載ってますね。はい、なるほどなるほどなるほど。はい、まあ、これ結構面白くて、はい、まあ、そういう水分摂取の話だけじゃなくて、まあ、はい、これにも書いてあるように耐久力の科学なんで、はい、まあ、あくまでも持久力っていうよりは耐久力。ちょっと本を近づけてもらって。なんすよ。はい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 、はい、でこれに関してまあなんだろう、そのじゃあ耐久力を上げるためにはどんな要素があるか、はいはい、っていうのの中に水分摂取っていうのも入ってるんですよね。あと暑さとか喉の渇きとか、うん、喉の渇き、はい、喉よくなんか熱中症とか の、 本とか読むとその喉が渇いた頃にはもう遅いっていうのが書いてありますよね。あ、はい、まあ、そのこれにもそうなんですよ、書いてあるのって。で、まあ、その脱水症状はそんな短時間じゃあんまり起きづらいと、はいはい、だったら逆にそういうボクシングっていうものを考えた時に思ったのは、これに書かれたのが喉の渇きでパフォーマンスが低下するっていうんですよね、うんうんうん、面白い実験あって、で鼻にチューブを通して、はいはい、
口から水を飲んで、はい、その水を鼻から吸い上げる。だから飲んだ水分量を全部吸い上げちゃうから体の中には水が入ってない状態、はいはいはい、なんだけどそれでも、まあ、満足度、体の満足度があると、あ、水を飲んだっていう認識になるからパフォーマンスが落ちないというか、まあ、喉の渇きがなくなるんですね、うん、ですけど、まあ、逆に鼻から水を胃に届ける、うん、胃にはじゃあ水がある、体の中に水が入ったけど喉は通ってないってことですね。ってなるとパフォーマンス低下するらしいんですよ。へ、はい、誰が言ってたんですか。この本が書いてました。そのぐらい喉の渇きっていうのがパフォーマンスに結構直結する部分になってくるから、そういう意味でもこまめに摂取するっていうのが大事なのかな。こまめに、まあ、少量、うん、摂取っていうところがいいのかなっていう。まだ試合も、まあ、どのスポーツ選手も試合でいい結果パフォーマンスを出すためにはやっぱ普段から水分摂取を心がけないとダメってことですね。そうですね、まあ、やっぱり普段から飲んでおく、はい、で、まあ、特に試合前とかはそういう、試合中は、まあ、なんだろう、まあ、飲める量がそんなに多くないので、試合前から脱水というか、まあ、水が少ない状態で臨んじゃうとそれだけ脱水になるのが早い、ので、まあ、試合前にあらかじめしっかりと溜めておく、体の中に、もう本当それこそこまめにこまめにいっぱい摂取してたことですね、はい、うん、あとちょっと私から素朴な質問なんですけど、はい、まあ、後楽園ホールとか、はい、まあ、日本の競技場ってまだ空調が整備されてて、はい、すごく、まあ、動きやすいって言い方したら失礼ですけど、まあ、環境が整ってるじゃないですか、はい、でもなんかもう海外でのそれこそタイとかあっちの屋外でやってもうめちゃくちゃ暑さの時ってあるじゃないですか、はいはい、あの時栗原さんはどうします。そうですね、もうこれにまた書いてあったんですけどお願いします。暑さっていう部分も、はい、結局その、まあ、スタミナに関与してくると、そういうのはさっき話した深部体温、はいはい、上がっちゃうからですよね、うん、でそれを下げるためにまあ、あの汗が出てたり、うん、まあ、するわけなんですけど、まあ、だからより積極的に試合中に、まあ、深部体温を冷やすということが必要になってくるのはもちろんなんですけど、これ僕前のトレーナーの萩原さんから聞いたんですけど、はいはい、タイに行った時に相手選手が控え室で冷房をガンガンにしてアップもせずにキンキンな控え室にいたと。で、かたやこっちはもう日本でやってる、はいはい、まあまあ、もう控え室ではアップをして体を温めて、はい、温めたらもう冷やさないようにする、はい、っていう状態で臨んだらしいんですよ、はい、で、まあ、そしたらもうそんなすごい涼しいところにいた状態の方がやっぱりこうスタミナがすごいの、あ、なるほど、上がってると。まあそれが原因なのかどうか多分その話の当時は分かってなかったんですけど、それ実際書かれてて、うんうんうん、あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。しっかり と、研究であったのがアイスバスに入って体をしっかりと冷やした状態で、はい、運動に臨んだ場合と逆に40度のお湯に浸かった状態で、運動に臨んだ場合、あとは人肌というか、まあ、常温の、入った場合っていうので3つやったらしいんですよね、うん、そしたらアイスバスが一番持久力が高かったと。へ、運動時間が長かったっていうんですよね、はあ、まあ、それはそれぐらい、まあ、深部体温が上がるまでその40度に到達するまでの時間が長かったっていうところですよね。で、まあ、じゃあまあ、それはタイでもじゃあできるんじゃないかなって思うんですよ。そのタイの選手みたいに試合前の控え室でガンガンに冷房冷やしておく、でもアップもしないぐらい、もうどうせあの外で試合やるんで、うん、タイとかだったら大体、うん、もう外暑いんで、はい、結局すぐ体温まるんで、あとは、まあ、その暑熱環境っていうんですかね、この暑い環境に慣れるために14日間ぐらいかかるらしいんですよ。へえ、それ何で誰が言ってたんですか。あ、それはあのこれじゃないですよ。それじゃないです。それこれじゃない。違ったな。でもこれにもそれ書いてあって、はいはいはい、14日間かかると。はい、まあ、人によって体勢が違うんで、うん、4日で良くなる人もいれば、慣れちゃう人もいれば。俗に言う暑がりの方とかっていますもんね。もう1週間で慣れる人もいれば、で、まあ、最長でも14日間ぐらいで大体慣れると
いう感じなんで、まあ、それを見越して14日前にタイに入っときゃいいじゃないかと思って。なるほど、はい、うん、ベストな選択としてはそういう2週間前にタイ入りして、その熱い環境に慣れる生活をして、うんうんうん、でまあその運動も必要らしいんですよね、その暑熱環境で運動する、はいうん、だから向こうで調整をし続けて、はい、で試合前控え室でキンキンに冷やした状態で試合に臨む。なるほど、はい、まあ、栗原啓太ならそうするってことですよね。僕ならそうします。そういうことですね、はい、まあ、いろんなやり方あるでしょうけど、栗原啓太はそう考えてるってことですね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ今回の、動画、はい、まあ、失礼ながらイチャモンみたいな動画になっちゃったんですけど、はい、じゃあ今回の、動画の、まとめ、栗原さんの考えをお願いします。そうですね、まあ、普段のまあ、水分摂取はもちろん、しっかりとこまめに、水分摂取をするっていうことがすごく大事かなと思います。やっぱり水を取るってことはすごく大事だなと、はい、まあ、できるならば、体 の、まあ、その浸透圧っていうもの、体液に近い状態の飲み物を飲む。そうすることで、まあ、脱水症状も抑えられるし、パフォーマンスも上がるはずだなと思うんで、はい、まあ、飲みすぎない程度にしっかりとこまめに水分補給していただければいいかなと思います、はい、まあ、昔のそれこそ部活みたいに水は飲むなとか、はい、そういうんじゃないと、もうこれから水をバンバン飲みましょうと。そうですね、うん、なるほど。僕らがいいと思ってくれた方はいいと思っていただけた方は高評価の方、はい、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。